そういえばこの間ね、実はみんなに言ってなかったんだけど、サイレントでネイルしてたんですよ。ジェルネイルってみんな知ってる？で、ジェルネイルで、もともと群馬で経営されてて、個人で、その人が都心にね、引っ越してきたんですよ。で、私ジェルネイルって全くしないんですよ。なんでかっていうと、なんかまあコスプレしてるし、なんか変な色で合わない時とかもあるし、みたいな。なんかね、全然ジェルネイルをしなかったんですけど、その人なんかずっとインスタグラムフォローしてて、え？嘘？東京来るの？って思って、思い切ってこの間お願いしたんですよ。で、絵を描いてくれる人で、うちの猫の写真を見せて、あー可愛いですねーって言ってもらいながら、ですよねーって、あの猫の絵を描いてもらって、でその後ね、お友達とご飯食べたんですよ。でネイル見せて、えー可愛いーって二人で言い合って、でその時の私の爪の見せ方がさ、あまりにも変すぎてめっちゃ笑われたんだけどさ、私ね、なんか爪の見せ方が、どうやってこれ人に爪見せるんだろうって分かんなくなっちゃって、なんかずっとね、爪可愛くないとかずっとこうやって人に見せてて、こうやって見て見て爪見てみたいなで、なんかご飯屋さんに入って、ね、爪見せるのってちょっと難しくないって話になって、ね、わかる？ちょっとさ、どうやって爪見せるんだろうっていう話になって、で友達と、いやこうじゃないって、最終的にみんなこうじゃないって、こうやって見せるんだよってなりました。なんかね、すごいね、何やってんだろうなって思った見て、爪見て。